ありがとうメカブ1周年前後アバタねいいのよ細かいことはサーカー者の言葉ありがとうございます,いますそこで1周年記念のメジャーネタ今回はリアルロボットアニメ全ての始まりファーストガンダム<ー>そのオープニングを見ていくわよあれはよそでもやってるからなんか重複しちゃうんじゃないでメカブチャンネル 今回の画像の引用は YouTube で公開されている1話からねリンクを詳細欄に置いておくわネットフリでも Amazon でも全話は見れるので作業中常に流しっぱだったりするわ毎回新しい発見あってすごいわよ部長にはもう少し人生を有意義に使ってほしいわイントロドアあーテッテンテッテンテッテンテテテンよくわからない効果音とともに日の出する地球にズームしていくカメラドラムと軌道による じいちゃちゃ的な音。何度も聞いているせいか、古さをあんまり感じないわ、さすがに親戚な弟子音は気になるけど。ドラムに合わせて、明滅する中、カメラでズームになった地球に、家族の顔よりよく見たロゴが重なるわ。もっと家族仲良くしなさいよ。うちママン怖いのよ、パパスは家をけなちだし。はいはい。話を戻すにゃ。ロゴが画面上で止まり、文字に色づき始めたところで、歌詞が重なるわ。燃え上がれ、燃え上がれ。 燃え上がれガンダムこの「ガンダム」を歌いきるところでロゴが完成するわはいはいロゴの出方としては満点よね当時キッズはこれを見て地味だと思ったそうよいいのかそれで「君よ君よ走れ」の歌詞に合わせてアムロが走り込むはいはい歌詞と同じ絵が入ることで印象2倍の技ねここで君は視聴者であり主人公のアムロさすがにここで。 ウォップやマリナを走らせないわ。当たり前じゃ。わざわざ制服の前を止めながら走る。このめっちゃ前へ、やすひこやしたの凄さね。そして最後の方はスローがかかるわ。スローをかけてかっこいいえ、凄まじいわね。走れ。アマロに対して、逆方向から走り込むホワイトベースクルー。これで、この人たちの物語ですよ。と説明される。普通に王道の演出よね。すごく細かくカットはあってるけど。言うだけ、影が薄いの。 作為的だからやめるのにゃ。まあそもそもロボアニメのオープニングの音ってかなり富野義行によるものだったりするし見事な動きで走り込んだアムロに対し見事な走りで迎えるフラウそして後ろにそのたおうその他お勢よ言うなその他お勢はトメでパパパッと出るわ省エネだけどワイ目立ちしない小技。こんな人数走らせたらアニメーター疲弊の極みだし印象も薄くなるそこをいう動きといいトメのセットでいい感じに。 エコかついい見栄えなのねまだ怒りに燃えるアムロが怒りに燃える顔で叫んで青いパイロットスーツで銃を発砲しているわこれなんで青いのアムロのパイロットスーツって白よね綾波みたいな綾波言うなテレビの字幕って白使うからここに白いパイロットスーツだと文字がずつれて読めないからという説明を聞いたことがあるわ<っ>今くくったらマグミクスの記事で言及されていて その記事を書かれた人が風間博川原芳恵下から確実よね風間氏はサンライズ初期から演出女子をしその後ザンゴット3からサムライトルーパー等の文芸設定脚本、企画制作と生き地引き的にゃそれだけのために主人公のパイロットスーツを本編と違う色にするというのもびっくりよむしろそれでもパイロットスーツを白にしたかったんでしょうね <laughs> でもね キャシャンのオープニングはキャシャンスーツ白いままなのよ。あれ画質があれなのでわからないけど、キャシャンは白くても文字読めるわ。ちょっと暗めにしてるかもしれない。そうなのかしら今、キャシャンは、一話丸ごと YouTube で公開されてるけど、本体含めちょっと暗いかも。比べるとガンダムのオムロのスーツは、かなり白いわ。ガンダムはちょっと薄緑だけど、ガンダムホワイトに薄緑が入ってるのは、キューキット作ったことのある人はみんな知ってるわ。塗装の指定が、 ホワイトグリーンにゃ。シャこれはアムロがガンダムの前に立ったとき、色が一緒になってシルエットはつぶれないようにだと思うわ。はあ、シャアの軍服がかくて、シャアのモニルスーツがピンクなのも埋もれないようにだと思うわ。ジオングのときは、パイロットスーツはピンクになってるし。話を戻すにゃ。パイロットスーツの色の話をさておくと、ここで発砲している連邦軍正式拳銃、M71 という名がつけられてるけど、ブローバック式の。 ちょっと変わった形のスライドの銃だけど、ギリギリのリアルさを保っているわ。ちゃんとある、消紋、消声、スライドロックセーフティー、そして、実銃に近いグリップ形状。再開派よ。で、アムロがジオン兵射殺した銃ね。そう。内向的に見えて、攻撃的で、やられるぐらいならやる。キラーエリートなのよ。殺傷本能愛。その話はまた今度として、今はこの連邦軍正式拳銃の話よ。廃墟するわ。廃墟するわ。はい はははい、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 どんだけ廃墟好きなのよスライドのブローバックはよく見えないけどコマ送りしてみたけど直接的な描写はしてないみたいだけどもう心の中ではブローバックしてるわ実際ブローバックって24コマのフィルムだとうまく見えないことあるしテレビロボットアニメで銃がブローバックは衝撃なのにゃ1971年のルパン3世ではやってたけどにゃ今でこそ当たり前だけど当時キッズはこれに「え?」と思ったに違いないわ ちなみに、マジンガー Z のカブト工事の銃はこの光線銃よ。これはこれで、結構グリップの形状とか、凝ってるけど、サイボング009だとこ。これはこれで、めっちゃスタイリッシュだけど、オリジナルデザイン SF ガンとして、レポン軍正式拳銃のデザインはなかなかに、リアルなデザインよ。5大 SF 小銃として、デッカードブラスタット、カブト工事光線銃、アーマーマグナム、009銃、レポン軍正式拳銃、 数えていいいんじゃないかしらここから3年後ザブングルではジロンがブローニングハイパワー使ってるわ実情きたまさにロボットアニメリアル化の急戦法そのガンダムの没頭でまず銃がリアルなのねガンダムなのね闘志があるならここでひょいっとコーファイターに乗り込むアムロ笑顔でサムズアックしながらキャノピーを下ろすと即発進何で笑顔なのか発進早すぎだろうとかいろいろ思うけど 当時のアアニメとしてはこれ、十分以上にリアルなわけよ。ガンダムの1979年同時期の放映はダルタニアスとゴーディアンや。ぶっちゃけトイはゴーディアンバクーレだしダルタニアスもかなり揺れてるわ当時求められていたロボットアニメはダルタニアスやゴーディアンなのよ <laughs> 富野監督はインタビューでは映像作家として自分の地位を確立するために思い切ったというようなことを言っているにゃ。無理が通れば道理が引っ込んで。 スポンサーが潰れる潰すな潰すな潰れたのはダンバインの頃にゃそしてこの「投資」は「投資ね」「投資じゃないわいでこやにッサの話をしてないわ」「知ってるかな」そして「コーファイター」ってリアルなデザインとは言い難いのだけどそれでも当時のアニメからしたら格段にリアルなデザインよコクピット前のここ黒いのとかトムキャットとかそうだしコクピットへの太陽光の反射を防ぐためとか 文章を読んだことあるけど特にそういう情報は今は見ないわね前例の4つの記述とかこれ神殿とかそうよねなるほどリアルっぽい記号がいろいろ入っているのね巨大な敵をここでシャアザクが量産型ザクを引き連れて大軍で迎かえうつはさっきのコ・ファイターとついね巨大な敵ここも歌詞のままなのね歌シと絵が同じことをやるのは印象を強くするわこれ本編でやるとくどいけどオープニングでは中よよね この頃のロボットアニメは基本的に毎回一体的が出てそれを倒すというウルトラマンフォーマットなので、同型の敵が大量に出るのはインパクト絶大よ。もちろん、キャシャーンの爪ロボとか、キャプテンウルトラのバンデル星人とか、量産型はいたわけだけど。バンデル星人はメカじゃないにゃ。このシーンはガンダムを代表するシーン。宇宙、無重力、量産のためか、色違いの特別で様、戦艦との連携。 敵のこそに人間のた、手持ちき、ここに、原作、矢立はじめ、富野義行、が、バーン。こういうことをやらかす男ののは、富野義行、の字の義行、当時キッズの心に刻まれるわけよ。わけなのわけよ。はいはい。ちなみに先ほどの川原義絵氏の証言によると、この矢立はじめは松尾芭蕉の奥の細道、のこれから大変な旅が始まる矢立のはじめ、日並み、 やったぜ初めての意味もあるとのことインテリじゃ打てよ打てよ打てよ毛さりガンダム伏せ打ちガンキャノン電車ガンタンク脳裏に焼き付く V 作戦モビルスーツの畳みかけるようなかっこいいシーンよしかもめっちゃ動いてるのはガンダムだけであとは作画カロリー低めでもだからこそ強く印象に残る短い歌詞の中に音に合わせてパンパンパン とカットを切り替えることで最大限の印象。エヴァンゲリオンのオープニングなどで多様される見せ方だけど、ここでも本当に印象が強いわ。はぁ、あ。コアファイターが出撃ジオン軍の10部隊が迎え撃つそこをガンダムチームがつべしつでし。細かく流れが組み立ててあるのね。もちろん、実際に繋がっているシーンではないけど、アムロとその他大勢の集合や、迎え合うレ邦ポジオン。一通りの説明終了よ。なんというか、カットオリがめっちゃ細かくて、 お話の説明と見せ場がやつぎ場やね正義の怒りをぶつけろガンダムやってきましたガンダムの合体シッケース作詞イオギリンは富野監督の作詞タネーム監督が作詞するから物語と歌詞の内容にズレがないのね正義とか言うけどイデオンでは「正義の証か」と疑問形になっててエグかったにゃ作曲渡辺武雄は「巨人の星」「天才バカボン」「キューティーハニー」「ラスカル」「白い巨塔」 多く最強最後の空手。とんでもない大御所なのは分かったわ。そして歌は、池田子、太陽に吠えろや G 面75にも出演。バトルホック、グロイザー X、マシンズ・アラー。本人もそうだけど、声が特に男前で、めっちゃかっこいいわね。そしてこの合体編形パート、当時のアニメとしては、絶妙可燃マックスよ。高質な作画がされた、コーファイターが、ガンダムのドブに収まり、時間、途端に、 イキキとスこのヨーブビカーンはぎっくり腰経験者は脳裏にこのエフェクトがよぎるのにゃ猫ってぎっくり腰になるんだこれはもうコーファイターを中心として各種合体変形コンビネーション玩具がめっちゃ欲しくなるわけよ嘘つきめ軌道を士ガンダムガンダムそして別カットになってカメラがアングルを変えながらガンダムをゆっくりなめるビームサーベルを抜刀して盾を構える 画面に向かって迫るこれは見事な手書きアニメね CG アニメだと感動しにくいのだけど手書きは心を動かされるわ私手書きアニメではこのシーンとかコンバトラー V の回してりとか映画のマーク2の回してりっすきよあなんかこうどういうのが好きかなんとなく分かるわよみがえるよみがえるよみがえるここで1番の歌詞が終わり2番は飛ばして3番の歌詞が開始 ガンダムの物語の登場人物や、世界観、メカは一通り見せたから、おさらい的になぞっていく感じね。迫りくるホワイトベースクルー。迫りくるよな。振り返る、フラーグ、回、未来。それに反発するように振り返る、アムロ。言い方、言い方。まず、迫りくるじゃないでしょうよ。対立構図なのは、ホワイトベースクルーが、よくある気合い合いとした、仲良しチームじゃないことを感じさせるわ。 ぶっちゃけジャブローを経由してもう一度宙に上がるまでずっといみ合ってるものねじわじわと信頼関係が築かれていくけど決定だわ小さな防衛戦あたりよねガンダム揉めてるクルーをえいめんどくさいとばかりにガンダムが宙を構えるわいやいやいやここでガンダムベストバンクショットのフリムキッチンが入るわいや印象に残ってる絵多いわね何度も見たからというのもあるけど本編中にもバンクとして使われるし 線のの量やバランスが絶妙だと思うのよ最近のめっちゃ線の多いロボだとこれほどは印象に残りにくい気がするわ部長は線の少ないメカ好きだからちょっと偏ってる意見だとは思うわまあ否定はしないわ君をつかめアムロが僕に賛成の人って感じで手を挙げると誰も反応せずブライトが私に賛成の者のって感じで対立的に手を挙げるとみんながブライトに賛成するわ いやその解釈は違うんじゃないかとまあ違うのは分かってるんだけど分かってて力説すんなしホワイトベースって光子力研究所やゴアッパー5のように仲間同士の仲が良い関係性じゃないわまあそこは理解するけどだからオープニングからもちょっとギスギスした空気が出てると思うのよ銀河へ向かって飛べよガンダムそして多数決に負けたムロが銀河に向かって飛んでいくわ それを明らかに解釈間違ってるわまあ実際オープニングでやるべきこととして世界を伝えるキャラを見せる敵を分からせるお済ませたので世界の広がりを見せるのシーンだと思うのよなるほどこの抜けのいい広い空間を感じるカットしかもめっちゃ省エネ全く動かずスクロールだけでもかっこいい確かに透明のスクロールだけの表現ね背景1枚セル2枚エコだわ実際ここ ものすごくろうと歌い上げるのでめっちゃ広がりを感じるわかっこいいわよね「機動戦士ガンダムガンダム」ダム最後のフレーズよメカ部的にはここが最大ポイントゆっくり進むガンタンクの前にガンキャノンガンダムと着地するわそこからゆっくりパンナップしてガンダムのアップに当時キッズはこれを見て3機が合体変形もしくは何かすごくトリッキーなギミックがと期待して。 裏切られたという話よそうなのギミックのないロボットなんか売れるわけがないのに3台も出てるのよ何か期待するじゃないマシンハヤブサみたいななっとかあ、前に言ってたわね実際マシンハヤブサ合体してるのだけどそしてここガンダムのオープニングのハクビだと思うのよそしてガンタンク最大の見せ場よえさっきの一斉射撃じゃなくてあの一斉射撃もかなりいいわボットミサイルをガトリングのように連射しながら 肩のキャノンを打つときだけ照り返しがある。正直、どこにそんなにミサイルと弾丸入ってるのか、細かいことを気にしなければかっこいいわ。でもそんなことよりこのシーンよ。こう、キャタピラでキャタキャタ走ってきて。キャタキャタ正確にはクローラーだけど、無限軌道の回転って、キャタキャタって感じでしょう。知らんがな。これが、止まるときに、ぐっと前に沈み込むのよ。たまんないわ。あ、急性動による沈み込み、車でブレーキを踏んだときみたいな。 感じなのねガンダムという作品の中でこのガンタンクの制動動作は突出してるわしてるの 1> 第1話のぞクの着地を覚えてるえっと井戸田にしないわああそういえば SE だけドゥインドゥインって感じだけど全く動かずだったわねスクロールしてきてビタ止めだけ揺れもないにゃあの重要カットでも動かさない動かせないそういう予算スケジュールのガンダムでガンタンクの制動はちゃんとやってるのよここを押さえておけば リアルに見える。というポイント、ねらいちね。なるほど。ファーストガンダムのオープニングは、省エネと、見せ場の組み合わせがすごいし、見せ場の見栄えが半端ないわ。そしてそれは本編中にもガンガン流用。これまた省エネよ。すごいわね。アウトロ。チャラチャララチャ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 ーチャ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 ーそして、最後のガンダムカット。安彦氏のガンダムって、体型が大人なのよ。手足が長いども長く太い。 パースもあって足先も小さい。ガンダムマーク2が子供体型なのと対照的、足先が小さい方がアニメートしたとき、バタバタしない。なるほど。なんかちょっとこう、ジャイアントババとか、ああいう巨人レスラー体型ね。それゆえの、大人っぽいかっこよさ、ガングっぽさが抑えられている感じ。そして、多分中村光月氏だと思うのだけど、こういうクレーターの中の構造物。ガンダム世界ってこういう、宇宙にある隕石に、構造物という、このデザイン。 キーだと思うのよソロモン、アバオア君もそうだし、ガンダム世界における、象徴的なデザインプラスガンダム、オープニングの締めとして最強よね。ははあ。まとめ。リアルロボットアニメの始祖である、ファーストガンダム。それゆえに、リアル、ゲンミ、ちょっとやり筋までの地味な見せ場の作り方。さすがのガンダム。言われてみれば、これはさすがね。歌詞よ、富野監督がやってるのも効果的よ。ザザンザンザザザンとか。 ダッシュダッシュダンダンダダンとか、そういう感じで、ガン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 ダムとか、そういう歌詞だときついでしょう。あ、きつい。富野監督が虫プロからコツコツ積み上げて、サンライズで、ザンボット、大ターンと、スポンサーの信頼を勝ち得て、よっしゃ、今だ、騙し打ちだ、スポンサーの欲求を聞きつつ、映像作家としての自分の金字塔を作る。そのオープニングにふさわしい、見事さ、しかもちょくちょく省エネ。省エネ。 自由度があって時間と金と個数をかけたら大抵のことはどうにかなると思うけどそれが全部揃うことはなかなかないわ揃わないカードで爆地に出て勝ったそれがガンダムだと思うのよそしてまさにオープニングはそれを体現しているそういうことが言いたいのねイエスイエスイエスそんなわけでメカ部ではメカに関するいろいろ勝手に語っていきますメカ部員随時募集中にゃ それじゃそろそろせーの本年,ろ本年もよろしくお願いいたしますメカ部では部員募集中チャンネル登録拡散コメントありがとうございますメンバーシップも始めました最安ねお金をドブに捨てたい人どうぞグッズもあるのにゃせっかくだからたまには古い動画も見てってね瞑想してて面白いわよでは次のメカ部の時間メカ部チャンネルでメカ部チャンネルで